皆さん、明けましておめでとうございます。3年ぶり。寒いね。風が冷たい。でもなんかやっぱいい風吹いてるよ。いい風吹いてます。2023年なりました。始まっちゃいましたね。はい、私もよろしくお願いします。お願いします。どうですか、今年はどんな一年？今年はちょっと、じゃあまあプライベートな話で言うと、はい、今年の目標は車に乗る。嘘。免許？免許あるんですよ。もう更新、あ、1月中に更新しなきゃいけなくて、全然乗ってないんで、ちょっと夏ペーパードライバー。そうなの？知らなかったもんね、だって。あらら、ちょっと乗れるようにしたい。一人で乗れるようにしたい。頑張ろう、それは。小岩中を乗り回そうよ。小岩を。小岩で走ってるモモみたいな。はい。アラミちゃんどうですか？私はですね、なんと、ゲッターズ飯田さん情報に。というか、ゲッターズ飯田さんの占いで、なんと、今年2023年1位だから、運気。やばいでしょ。占ってもらったんですか？いえいえ、総まとめで、YouTube で上がってるのよ。で、私は10年越しの幸運期らしいから、何をやっても、もう乗りに乗ってると。爆買いしても、もう何でもよしと。買い物をすればするだけ、私は運気上がるらしくて。だからもう本当に爆買いの一年にしてやろうと。小岩で爆買いして。いや、本当に、小岩の皆さん、爆買いしに行きますよ。はい。ということで、2023年もよろしくお願いします。爆買い車車